今メイク動画を撮り終わりました。もうめちゃくちゃ暑くて暑くてたまらんかった。もう汗が多分すごいと思う。私今汗がすごいと思う。はい、着替えましょう。今日は何を着るかというと、暗いな部屋。でも電気つけたらまた暑いんやな。これが暑い、こういうやつね。ここがペローンってなっとって半袖です。ベルシュカの950円です。はい、これを着ます。今日は洗濯物ですが片付けます。今から行きます。暑い、めっちゃ天気いいってやばい。すっごい天気いい。暑いけどなんか風があるから涼しいかもしれない。では行ってきます。はい、今は島村に来てます。あ、待って、これあるやん。私さ、前にさ、欲しいって言ってたやつあるんやけど、これ入荷してんねんけど、これじゃないな。これよ、これ見つけた。黒ない。黒売り切れ。ショック。黒が良かった。これ違うやつやんな。これ違うよな。黒が良かった。ちょっと微妙な。ピンクってもしかしてこれは違うんかな。これって、あ、違う、さっきと一緒になった。違うな。ピンクか。マジか。どう思うこれ、みんな微妙微妙。これ一応持っとこう。で、私が今日探しに来たやつは刺繍の入ったスカラップになってるやつなんやけど、どうやら見当たらないのでもしかしたら、あ、これも私探してたやつ。これ普通のやつな。これな、結構入荷してるやん。でもやっぱりないわ、私の欲しかったやつが。なんかこういうさ、サマーニットとか出てる。なんかかわいいね、これ。かわいいけどいつまで着れるんっていう感じやな。黄色かわいいね。赤かわいいね、やっぱり。いつまで着れるかって言われたらちょっとあれやな。こういうのとかもかわいいけどもう暑いよな。特になんかこの辺はないかな。私も探してたスカラップのやつはもう完売してるみたいです。だから在庫ないんだって。そんななんか取り寄せも不可能な商品って言われて、人気があるから不可能ですって言われて、マジと思って。ないなぁ。で、もう一個探してたやつも在庫1点だけ上がってるんやけど見つからないみたいです。なので諦めます。もケンタッキーで遅めのお昼ご飯、2時やから遅い。ポテトとチキン。ちょっと早いけどもう帰ってきちゃいました。島村行ったんやけど、私の欲しかったやつがもうなくて、1点だけ在庫があるって言われたんやけどそれも見つからんくて、で結局2つ欲しい商品があったんやけど、1個は在庫もなくって取り寄せもできない商品ですって言われて、もう1個は在庫はあるけど店舗に見つからないっていうやつで、2つとも諦めて
来ました。で買ったやつはパンツとあのレースのキャミを買いました。また購入品動画で紹介したいと思います。やっぱ休日はな人が多かったらな動けんしな動画もあんまり撮れんのやんか人が多かったら。やっぱこうやって撮ったらさいっぱいさ人映るやん。だからダイソーとかも行ったけどもうレジだけですっごい並んどってみんな何買うんってぐらいレジめっちゃ並んどってさ。だからあんま見てないんだよな。そう無印も行ったけど無印も特に何もないし、あそこ行ったんペットショップアミゴペットショップ行ったんやけど私が前に欲しいなと思った子がまだおってちょっとね大きくなっとったんそれが。だからうわちょっと大きいなと思ったんやけどでもめっちゃ可愛くてラテと同じ種類であのラテは白と茶色のミックスやと思うんやけどその子は黒と白のミックスでめっちゃ可愛い。なんかなダルメシアンみたいな感じブチがあってでさ前になんかこの子可愛いと思って見とった子がまだおったからうわーと思って抱っこしようかなと思ったんやけど多分これ連れて帰りたくなると思って結局見るだけにしたんやけどその時はな赤ちゃんだったから前見た時性別がわからんかったんやんか。でうちの子がさ女の子やから男の子やったらあかんやん虚勢せないかんやん。だから男の子じゃなくて女の子がええなと思っとったんやけどその子なんと男の子やねん。今日見てきたらもうだいぶさ大きくなっとうから性別の判断がつくんやけど男の子やってん。だからうわショックって感じで男の子でした。残念です。なあらちゃんラテな今下におるラテあ、おった。びっくりした。ここにおるじゃないか。ただいま。ただいま。帰ってきたよ。こっち見て。ただいま。近いな、あんた。ただいま。かわいい。さっきの角度かわいい。でん。かわいい。なんだこの子。かわいい。やっぱもう一人でいいや。もうラテ以外いいや。なんか妹探してあげようかなと思って。見とったけど前からもういいラテが一番可愛いからいい。2人も可愛い子ができたら多分もう両方ともまんべんなく愛してあげることができんかも。もうやっぱラテだけでいいです。はーい。あーしんどかった今日もほんまにはーって感じ。もうミニ扇風機みたいな持ち歩かのなって思うわな。こうやってファンみたいなやつあるやん。あんな持ち歩かなさ暑いでほんま暑。今日は動画をあと2本撮る予定にしてます。とりあえずあそうさっきの無印で買ったジュースがめっちゃ美味しかった。いちごティーソーダこれがね美味しい。なんかいちごティーまあいちごティーなんやろうけどどっちかって言ったらアップルティーをちょっと酸味を少なくしてアップルティーに似た感じアップルティーソーダみたいな感じでもそこまでなんやろう。あでもアップルティーの方がもうちょっとさっぱりしとるかな。でもイメージ的にはアップルティーソーダみたいな感じ。だからいちごやなって感じはあんまりせんかもしれん。でもアップルティーよりかは甘ったるい感じがある。でもめっちゃ美味しかったこれ気に入った。ティーソーダっていうのがいいね。さっぱり。はい今から何をするかというと掃除して洗濯物畳んで洗濯物回して食器洗ってご飯の下準備をしといて今日はグラタンです。でもまだ牛乳は買ってません。ご飯の下準備をしといて夜ねめんどくさくなるからね絶対。だからご飯の下準備してそう服がもう大量にありすぎて困ってて今
売りに行くやつがあのイケアの一番大きい袋2袋分ぐらいあって、今玄関に置いてんねんけど、もうずっと置いてんねんあれ。でも歩いて行かれへんからさ、なかなか遠いから重たいし、だから行かないとなとか思いながら、どんどん溜まるだけなんやけど、このままぼーっとしときたいなって感じ。でも今日全然眠たくない。なんか今日めっちゃ眠り浅くてさ、何時寝たっけ、1時ぐらいに寝てんけど、今日1時ぐらいに寝て眠りが浅くて、多分3時間ぐらいは寝たんやけど、なんかねぼちぼち音が聞こえ始めたのが結構早かったから、目はあかんくても、だから結構早くに目覚めてたと思う。今日は暑いしな、なんかやる気起きんな、暑かったら。あれしよう、あの扇風機の掃除、扇風機の掃除もしないといけない。クーラーの掃除はどうしようかな、すぐにまだ使わんからいっか、エアコンの掃除ね。あ、やばい、充電1になった、充電が1になったので、そろそろこの辺で終わりにしたいと思います。またバッテリー交換して撮ろう。それでは一旦さよなら、バイバイ。